こんにちは、ルイです。みんな大好きマクドナルド、ルイももちろん大好きです。今回はひたすらマクドを食べるルイちゃんをお届けします。これを見たら皆さんもマクドに行きたくなること間違いなし。パパとデートの時はマクドがお決まりパターン。毎回選ぶのはリンゴジュース。お気遣いありがとう。両手に持って大満足、食いしん坊類です。誰に手振ってるのかな？眠たい。パパにもちょうだい。パパ。ナゲットが入って悲しそう。ありがとう。分けてくれた。ありがとう。パパ食べて。乾杯。仲良しな二人。この日もマクド。外で食べてるね。後ろにいるバトさんが気になるようです。バトポップ、つけるのもお手の物。つけすぎ注意だよ。この日はフードコートもマクドです。両手にポテト、
ジュース。じゃあおいしい？エプロンよくつけ忘れるけど、まだまだこぼしがちなので、お洋服がご飯まみれになって後悔します。あいわくマクドはこぼさずに上手に食べられるそうです。手に持って食べやすいもんね。だから人気なのかな。この日もごきげんさん。食のお洋服ってマスタードソースいっぱいつけてます。この日はプレイランドがあるマクドに来たよ。後で遊びに行こうね。ママだ。おうち。この日もパパとデートです。何食べたの？一人で。え？何食べたの？美味しかった？美味しい。ブレイランド来たよ。プレイランドも楽しいし、ご飯も美味しいし、マクド大好きになるよね。またみんなで行こうね。